皆さんおはようございます。私はこの人です。そうですよね、はい、71歳になりました。66歳の時にね、外国大学行って勉強会して、69歳で研究語学で、ね、現在はこういう形でね、英語系 YouTuber 行くので、まあ英語力アップのためにいろんなことをやっております。まあね、社会貢献で作ってる動画ですのでね、いろんな企画をやってるんですけど、みんな無料でどなたでも参加できます。ただその前に動画登録とこのメルマガ登録だけしておいてくださいね。そしたらこちらからパスを送れますので、ということでやっております。で、今日の話何の話って、まあ昨日の続きなんですよね。はい、順位9がね、昨日はまあ自分がやってることで、まあまあ読解とか文法中心になってきたんで、リスニングの話がね、時間的にできなかったんで、今日やりますということで、今日リスニングの練習の話なんですけども、基本的に言うてね、試験のリスニング、試験でしゃべってくれるよね、なんか知らんけど喋るよね、あれね、はっきり言って NHK のアナウンサーが喋るような喋り方で喋ってくれるんですよね。ですから、きっちり、練習さえしてたら誰でも 100% わかるようになります。そういうような、ものですよね。特に、こう、砕けたむちゃくちゃぐに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 ゃって喋ってくる。それ絶対ないです。きっちりと、ほんまに NHK のアナウンサー並みにやってくれますので、そんな難しいものじゃないです。とはいえ、練習して慣れておく必要はありますよね。で、どういうふうにして練習してきたのかっていうと、もう私の場合ですとね、やってきました。あれですよ、主にアメリカ のテレビドラマと、あとは YouTube で大体ニュースを中心に聞きましたですよね。でそれ以外に私が好きだったのはサイエンスとかヒストリーとかドキュメンタリー、ああいうものを片っ端から聞いてきました。でただね、聞くだけでね、ほんなボン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 何でも聞こえるようになるかというと、そうは甘くはないんですよね。というのがもうすでにこちら日本人で、日本人のアイデンティティできてるわけで、そうなったらもう聞き流していくら聞いたって所詮はなんか音楽が聞こえてるようなもんでしたよね。セミの声が聞こえてるようなもんで、でもいつまでたっても1日10時間ずつ毎日毎日聞いたって、それで聞き分けれるようになるからなりっこないんですよね。っていうのはなぜそうなるかというと、もう日本語の体系ができてると、外国語、別に英語であれ何であれ、いわゆる日本語以外の外国語が入ってきても、これ弾き返されちゃって入らないようになってるんですよね。だから人工的にやるためには、やっぱりきっちりと自分が理解していかなきゃ、いわゆる聞き流しでは無理だということなんですよね。日本語を覚えた時のような自然な形で英語を聞いてたら、知らん間に覚えれるようになるかというと、それはいかないんだよね。そこが辛いところですよね。別にそれは英語でなくても全く一緒ですよね。外国語は全部一緒なんですよ。で、どうしてやっていくかというと、やっぱこの前もね、若い女の子に言われて、でまあ、BBC 放送なんか聞いたら、分かりやすいよって言ったら、しばらくして顔合わせて、どうでしたって聞いたら、ね、いや、全然さっぱりちんぷんかんぷんでって言われるんだよね。と思って、なんでかなと思って、ちょっと話聞いて分かったんだけど、このね、単語力がね、3000個もあるかないか、つまり2級以下のレベルなんですよね。英検で言うたらね、2級以下のレベル。で、それで、BBC 放送のニュース聞いても、ほとんど知らないもんが圧倒的だよね。中にポロポロと知ってると、単語が出てきた時が分かるという、その程度なんですよね。それでしたらもう、これは何歩聞いても、はっきり言って上達もしないし、無理なんですよね。で、やっぱり、読解力というのと相まって、リスニング力もこう上がっていくわけですから、ただただひたすら聞き続けてたら、どんどんいつの間にか聞き取れるようになるという、それにはいかないんですよね。だから、もう一個の方の読解力をつけていく、読んで文法、単語といったことをずっと積み重ねていって、分かるようになってきて、初めて、聞いて、あのことかっていうことが分かるようになっていくわけなんですよね。これが、まあ、外国語の聞き取りっていうことなんですよ。そこが日本語のようにね、親から自然と聞かされて、知らん間に日本語できちゃったという、ああいうふうにはいかないんですよね。ただ、まあ、聞き取るだけで、英語がペラペラになるとか言って宣伝してる人はたくさんいるけどね、たくさんいるけど、まあ、あれはビジネストークっていうことですよね。あんなんでね、英語が、聞き取れかつ喋れるようになるんだったら、誰も苦労しないんですよね。そういうことです。ですから結構時間かかりますし、苦労するということですね。でその苦労するのは読解と両方を相まっていくということで、単語力の必要性が当然出てくる。当然文法も必要なんですよね。それがないと到底
高いレベルには到達していくことは無理なんですよね。ほんのわずかのところしか、いつもこの辺底辺をさまようことになっちゃうからね、やっぱ突破していくためには総合的な力っていうのをつけていかないとダメなんですよね。で、まあ、順位級の私の講座でやってるのはね、いつも使ってるのはこの6ミニッツっていうのを使ってるんですよ。これ BBC 放送が作ってる、外国人向けにやってる、リスニングの教材なんですけどね。時間的に短いということと、まあ、字幕も出てきますよね。で、まあ、それなりの内容のものを何百本って上がってきてますので、しかも無料で使えますからね。それを使ってます。で、一応まあ、授業では、一回、見ないでね、最初の1回目は見ないで、メモ、必ずメモを取って聞いてもらってるんですよ。ただ漫然と聞いたらダメなんでね、やっぱりメモを持って集中して聞く。で、画面見ないようにしてね、画面見ないようにして集中して、こう下向いて、聞き取るとこだけ、もうそれ、カタカナ、ひらがなで書いたって構わないから、何で書いたっても構わないから、分かるところで分かるような形で、ちゃっとメモだけ取っていって、で、6分間終わってから、今度はもう自由に見てもらっていいですよって言って、字幕見ながら見てもらって、自分のさっきのと違う、どの辺がどう分からなかったかというのをね、確認してもらうという、まあ、それやったら大体12分ですよね。本当言ったらこれ途中で分かりにくいところを止めてもう再度聞くという風にしたらいいんだけど、授業ではそれするともう時間的に余裕がなくなっちゃうんですよね。ですから皆さん個人でやられる時には2回目の時は必ず1回止めたり、分からないところ再度戻って聞くということをやったらいいと思いますね。で、まあそうやって慣れていくということですよね。で、まあこれが6分間ですから、まあ、大体3回ぐらいやればいいんですけどね。まあ、それがある種精読、いう感じやね。本で言うとね。それから多読をやらないかよね。多読に匹敵するのはもう、いわゆる、どんどん聞いていくという方ね。で、それをね、私はやったのはね、テレビドラマですよね。で、アメリカのテレビドラマ。で、日本語の字幕がついてるやつね。ほとんどアメリカのテレビドラマで日本語の字幕ついてるの、あれでやりました。プレミアム、アマゾンプレミアムね、あれだったら、1ヶ月500円だしね。で、いろんな他のサービス受けれるから、それで、テレビドラマたくさん入ってますのでね、それで好きなのを選んで、字幕も見ながら、絶えず聞きながらということで、これはもう2回聞くとかそういうことはするに、楽しみながら聞くというやつよね。だから、探偵もんであるとかいろんなもん見ましたけどね。そう、でね、やっぱり難しいのはね、コメディは難しいね。コメディは、もう半分も分かれへんね、コメディはね。まあ、むしろそういう、探偵もののような、こういうストーリーとして続いていく内容のものなんかが、おすすめで非常に良かったですよね。まあ、有名なところでは、グッドワイフとか、それから、スーツとかありますよね。ああいうの、人気番組ね。ああいうのは結構面白くて、内容的に面白いし、で、絶えず聞くのと両方で、自分は、練習していきました。それとあとは、YouTube 大量に使いましたね。よく使ったのが、まあ、ニュースですよね。それから、あとは、まあ、私、サイエンス関係が好きやからね、サイエンスのもの片っ端から、今でも聞いてますよ。ヒストリーとかね、ドキュメンタリーは今でも非常にたくさん聞いてますね。まあ、そんなのをやって、で読書の方と合わせていって両方で全体にかさ上げしていくという、もうそれしかないですよね。で、まあ、あと面接試験の話もちょっとだけしておくからにはしといた方がいいと思うんですけどね。まあ、この過去動画で面接試験の話もいっぱい上がってるんですけれども、まあ、再度言いますとね、面接試験で一番最初入ってきた時、こう、自己紹介やりますよね。スモールトークっていうの、この採点に入らない、いわゆるウォーミングアップのやつね。あれがね、かなり大切なんですよ。採点には入らないんだけれども、あそこでね、どういうの？試験官の心をつかむというか、コンタクトをガチャってやっちゃうという、こっちから積極的に仕掛けていってね。だから自分で作っていったらいいんですよ、最初から。私はまあ社会人で、こんな会社に行ってたとか、あるいは学生だったら自分はこんな勉強してて将来こんなになりたいとか、なんとかいうのを自分で作っておいて、ボンとぶつけていくっていうやつね。そうすると向こう側は、この子やる気あるしなっていうことです。で、まあ、私、外外に言いましたからね、試験官の先生何人も、知ってますし、で、まあ、試験官の先生とか聞いていって、試験官の気持ちってのを聞いてたら、大体のね、まあ、何百人ってことをもう、たくさんの、試験官の方にしたらやってるわけですからね、最初に来て、最初のこのスモールトーク、パカパカパカっとこの2、3分やったら、もうそれで、ほぼ分かっちゃうって言うんですよね。あ、この人合格やなと、あ、これちょっとまずいよなってのは、すぐその時点でもう分かってて、あとは、まあ、試験、本番の試験ってのはもうそれを確認するだ
くというような形になるんですよね。うん、で実際それはそうだと思うんですよね。それは何百人も、ま、毎日のように見てたらね、それは嫌でもわかりますよ。この程度か、とかいうのはね。だからそこ大事だから、そこでカツッと掴んじゃって、あとは波に乗って持っていくということですよね。うん、まあ、ただね、1級の場合は、そんなに難しくはないよね。だって最初から4コマ漫画を説明して、あと、2、3、こう、やり取りがするだけでしょ。うん、で、そのやり取りもね、人たちは、別に心配されなくて、受験生の方はもうすごく心配するんだよね。もうどんなこと聞いてくるのかと、重箱の隅つつかれるか、あるいはもう矛盾したことをってやられて困るんじゃねえかと。で、そういう質問はしてきません。大丈夫です。必ずね、話しやすいように話振ってくるんだよ。うん、で、その話に乗っていったら、うまいことこう、つないでいくっていうね、そういう会話のキャッチボールを持っていけばいいということですよね。で、まあ、人たちは別にそんな落とすのが目的で来てるんじゃないんだから、ほとんど大学の先生ですからね、教えて、こう、いかに、学生の質をこう、アップさせるっていう、それがお仕事の人たちですからね、別にその、落とすために来てる、そこら人は一人もいない。必ずこう、持ち上げて、なんとかこの人の英語力を引っ張り出そうというふうにして、聞いてくるわけですから、それに乗っていくっていう、その感じが一番大事なんです。それさえ持っていったらね、そんな難しいもんじゃないですよ。まあ、その辺のね、コツが、悪くって、なんとなくこう敵対的な感じをこう自分で勝手に思って、詰まっちゃうという、ここが一番悪いパターンね。そうなると一番悪いパターンですよね。そういうのさえ避けていったら、絶対うまいこといきますよ。うん、で、ちなみに1級の方はね、ここの、うちとかで英作文の鬼軍曹がやってるからね。これは厳しいよ。鬼軍曹の特訓は厳しい。その代わりも人で慣れてたらね、もうどんなとこ行っても大丈夫やね。それぐらいの自信つきますよ。うん、もう私のやる方はもっと幼稚やから安心してきてくださいいうことですね。まあそんなことをやりながらやってます。まあ今日はちょっとそのリスニングのね、自分のこととか。あとはね、もう、読み物ではね、結構もう、私、推薦してるのは、ニューヨークタイムズね。だって1ヶ月250円だから、電子版。1年間はね、契約したらね。それが安いんでね、内容的にも面白いし、ただまあ、皆さんね、ちょっとなんか、敷居が高いというか、しんどいんで、で、ほとんどの多くの人はね、なんかしら、アルファとかなんだかんとか、いわゆる、優しく学生向けに書かれて、事情なしでも読めるような、新聞ってありますよね。ああいうのに走るんだけどね。うん、まあ、初級の時はね、それでしゃあないと思うけども、準1級とか1級を目指そうということであれば、やっぱり難しいものにチャレンジしていくっていう、そういう気持ちなかったらダメですよね。で、まあ私なんかそれでね、準1級の人にも、毎日この記事読んでくれ、読んでくれっていうことで、推薦記事書いて出していってます。で、まあ、それだけはまあ割と読んでくれてますからね。で、まあ、その方でもね、いつもプリントアウトして、これぐらいも絶えず、大量には読んでますからね。で、その中で面白そうなのを出して持っていってます。うん、だから、まあ、それなりの面白さもあっていけるんじゃないかなと思いますよね。うん、まあ、多読と精読、同じようにリスニングの方もきっちり聞くのと、まあ、なんとなく、まあ、面白おかしく聞くのと、それらを組み合わせ、そして、読解要力を上げていくことによって、全体として上がっていくということやね。うん、それと、試験ではね、と、ビビらず行くってことですよね。試験官は敵じゃない、友だという感じでね。それで行ったらもう大体 OK です。ということで今日は、